Wake up in the tea saying, touch me, I'm famous. I'm like, hey, stranger, where you been? Where you been? Long time, no sign, no sign.警告に響く方向、ナルトとサスケ、運命の戦い。オロチマルのところには行かせねえ。邪魔するってのは容赦はしないぞ。戦闘開始。交錯する二つの思い、つながりをかけた友との決闘。知ってるか、ナルト。一流の忍び同士なら、拳を一度交えただけで互いの心の内が読めちまう。お前は甘いな、ナルト。どうだ、お前には本当の心の内が読めたか。この俺の。間違いねえじゃねえか。お前は本気で俺を消すつもりなのかよ、サスケ。でもそれでもなんでかわからねえけど、俺はお前をオロチマルなんかに取られたくねえんだってばよ。
浮かんできたところを狙い撃つ。これで全ては終わりだ。なんだ。これがナルト。この威圧感はなんだ。お前は一体何なんだ。友達だ。だからお前をオロチマルなんかにゃやらねえって言ってんだ。なんでだ。なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。つながり。だから俺はお前を止めるんだってばよ。着をつけようぜ、ナルト。戦闘開始。そろそろしまいにしようぜ。この戦いを、これまでの戦いを。
ナルト。俺は。遅かったか。間に合わなくてすまなかったな、ナルト。お前のことだ。必死だったんだろ。サスケ。もう体はいいのか？エロゼニー、今日はお前に大事なことを言いに来た。大事なこと？これからわしの正式な弟子として3年間でお前を一人前にする。それってば、本当か？本当に修行つけてくれんの？ああ。やっ、よし、俺ってばガンガン修行して、それから絶対サスケを。ただな。え？サスケのことはもう忘れろ。お前、サスケは己から進んでオロチマルのところへ行った。お前が何をしようとあいつは変わらん。あいつを連れ戻すとか考えてるならやめとけ。そういうのは思い上がったバカのすることだ。エロ仙人には何でもねえかもしんねえけど、俺にとってあいつは友達なんだよ。友達が仲間を傷つけるか。遅かれ早かれこうなる運命だったんだ。もう苦しむな。忘れて切り捨てろ。術や力だけじゃない。忍びなら正しい判断をする目を養え。忍びとして生きるならもっと賢くなれ。バカのままじゃ生きづらいのが現実だ。分かったよ。そうか。賢いっていうのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。ん？一人でも、もっとすげえ術編み出して、そんでサスケは絶対助ける。お前みたいなのが一人でやっても、どうせくだらんエロ忍術を思いつくくらいが関の山だの。何？だがバカはバカでも大バカならなんとかなるかもな。修行覚悟しとけの。じゃあの。